もう分かっていただいたと思うけど、うちの夫ってね、うちを守れる人じゃないとあかんねん。要するに動物霊から。まあ今やったら AI っていう形のほとんどの動物霊になってるかもしれないけどね。でも、コンピューターから動物、あるいは鳥とかのそんな生き物とか、と言ったけど言ってるよ、AI は。まだそれやってあるよ。で、その AI の一つの形がウイルス。だから、基本的にコンピュータウイルスっていうのは AI じゃない。あれだけど、その動物霊によってうちが苦しめられたでしょ。なんでかって言ったら、うちをレイプした人はうちの中でね、うちって宇宙の中でどんどん動物霊に劣化していってしまうものやのに、実は。材料の違いで。はい、出ていったんやけどね。一遍レイプされてね、その精子どうやって抜けるんですか。抜けていきますか。おまんこから入っただけやったけど、いろんなところが入ってるやん、しかも。それどうやって抜くの。非常に困難でしょ。中で回ってあんねん。それがあなた方の変態セックスが原因で、この世界で皆さん苦しんでんの。一番そうそう、一度変態セックスしたから。で、ご本人の体に帰還できんの、そんな意識がな。んで、中で劣化していくの。で、動物化していくわけ。それにまた苦しめられる。二次的に苦しめられたわけね、うち。だから、現在を防いでくれる人とか、そういうテーマの次元もありました。でもそうじゃなくて、もう今回は、その現在の結果発生してしまった動物霊からいかに成長を守るか、同時に AI からいかに成長を守るか。それがテーマにもずっとなってるからね、ここずっと、この最近ずっと。だから、そういう人物がうちの夫じゃないと、うちが死ぬでしょ、ボロボロになって。そして皆さん、本当にボロボロになってるからね。そんな体で生きたくないでしょ。で、逃げ出せないからね、脱出できないから困ってるんでしょ。で、うちがボロボロになったら、皆さんボロボロになるどうなのか。で、昔はね、そら、もう君を動物霊から守ってあげるよとか言って、うちをなんか生き物にしたりも動物霊も。動物霊とセックスさせたりも、動物とセックスさせたりも。ね、安全だろうとか、この方がむしろ安全なんだよとか。そんな人物なんだ。それとか、友達に君を提供したら安全だろうかなとか。うちの夫が友達呼んでうちを犯させたら、ね、安全だろうって。もうライバルいないから、これ。そんな夫ばっかりだったの。ずっとずっと。そういう夫のこと、おつでひとしさんって言うんだけど、うちのいい婿の名前やねん。だから、その、うちが男子と、男性と結婚したときは、その男性が、うちのその、いい婿のやつだから、その人がおつでひとしなの。戸籍名。なんか今のうちの戸籍名間違ってんの。じゃあ、こう、杉田美穂さんのこの部分だけおつでひとしさんなんじゃないですか。うん、それはそうなのよ。チンポの戸籍かいよ。うちの戸籍は、杉田美さんのチンポだけの戸籍ですか。うん。どうすんのこれ。返したいよ、そんなもの。これ聞いたら、なんか血まみれのうちの本来の生殖器官、おまんこが出てくるんだから。あの人も返してほしいでしょ。ね、こんなに、こういう形で話題になったらもう。知らんけど、その勝手なイメージは。あかんけど、記念写真も撮ったけど、残ってるかな。